W32SA は、産業電機によって開発された、au ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN の、携帯電話端末である。CDMA1XWIN の端末として、初めてアナログ地上波テレビ機能を備え、携帯電話では、初となる、FM トランスミッターが採用された機種でもある。全機種の W31SA とは異なり、 FM ラジオ用アンテナはアナログテレビ用アンテナと兼用となり内蔵アンテナから伸縮式に変更されている。またテレビを視聴しながら番組情報や曲名検索などができる EG テレビや W31T とともに初の KCP プラットフォーム及び Blu3.1 を搭載し携帯アップデートに対応した。使用しているうちに電池パックが膨らみ、 電池の持ちが極端に悪くなったり、ウェブサイトを閲覧中に画面が真っ白になって切断されてしまう頻度が高くなったり、する不具合が発生した。これに対し、電池パックの無償交換やソフトウェアのアップデートといった対策が取られた。2006年6月5日に、以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。ありがとうございます。